戦がバレバレの長嶋茂雄監督守備編やった落とせ続きまして作戦がバレバレの長嶋茂雄監督走塁編アンパイアダイソー出口盗塁全部言っちゃうんだね高さんですけどね高さんもう彼もずっと出ていただいてすごいですよ ね、うん、長嶋さん行きますか長嶋さんですよ、ねね、長嶋さんって有名ですもんねいっぱいあるのは手を芝でこう入るとこう細かくて好きです似てますよねさあ行きましょう続いてはこの方です迫力のあるイントロの割に歌い出しが弱々しい映画トップガンのテーマ曲出場なんですけど吉本新喜劇所属なんですよ松浦慎也さん、元歌ネタ王チャンピオンでギターの腕前が芸人界一と言われてる、あのシャアさんからセッションしたいと言われたことがあるんですどんどんいきましょう続いてはこの方ですここ半年ほどの日本政治の流れ自民党片山さつき議員が見守る中野党辻元議員から安倍総理にやじが飛ぶ総理どうするんですか総理総理、政府といたしましては、緊急事態宣言を発令しますこの緊急事態宣言を受けて小池百合子東京都知事は密です密です密です、東京都といたしましては夜の街関連の対策に力を入れていきたいと存じますそして吉村大阪知事は大阪といたしましては大阪モデル考えてますネットで吉村寝ろなんて言われてますけど吉村寝てますそして自民党総裁選静かにその時を待つのは河野太郎大臣河野太郎大臣が見守る中菅さん石破さんが会場に石破茂君68票菅義偉君377票この結果自民党総裁となった菅さんへの質問に菅さんの答えはあんたに答える人はありませんここには政治軍団です、これは石破さんやったら太っちょかそうですよさすが、思いました太っちょカーボーイです太っちょカーボーイも芸歴30年、なんか、ここ最近の政治というか日本の流れが分かるというか完璧でしたね、みんなポイント捉えてて面白かったですね、